やっぱり個別政策では7つの政策で市民連合からの要望を受けて、これは我々全く異論がない政策だしね、その政策は今足元でね最優先にやらなきゃならない課題であるとも思っているので、そのためにその7項目について共有している人たちと、なんて言うんでしょう、候補者を乱立させて、そうでない人たちに漁夫の利を得させるべきではないというのを全くそう思います。一方で我々が立たなきゃならなかった理由でもあるんだけど、他の政党では受けきれない声を我々は受け止めようと思って立ち上がったわけなので、ここは明確にしないと、やっぱりこの真ん中スポッと受け皿がないと言ってる人たちの声を受け止めることができないんじゃないだろうかと。我々は自衛隊は合憲だし、今の憲法の平和主義含めてね、専守防衛含めてより良くなる改正がもし可能であるならばそれは否定しないし、そういう意味ではね保守の側面も持っている。でそういう人たちの期待を集めたい。でもその人たちもやっぱり今の安倍さんのやってることはおかしいと思ってるたちたくさんいるので、部分的には協力できる部分もあるけれども、でも基本的には違う立場なんだということをしっかりと位置づけないと、受けきれない声がたくさん出てしまうと僕は思いますけど。ただその理念政策がね、我々と違う、私とは違う、その経済もやっぱり基本的にはこの間の新自由主義的、規制緩和すれば競争を加速すれば景気が良くなるみたいな、自己責任を強調するこの路線は安倍さんと共通してるんじゃないだろうか。それからやっぱり専守防衛から逸脱しないと、国は領土領海はきちっと守るけれども外に出かけていってはやらないと、こういう部分のところではやはり明らかに安倍さんと共通しているのではないかとやっぱり言わざるを得ないと。でそれは我々の立ち位置とは違うし、明確に違うし、それからやっぱりそうではない立ち位置で、なおかつ共産党や社民党とはちょっと違うと。僕は日本の歴史と伝統を大事にしてね、急激な変化を求めず全身的に世の中を良くしていく、これが保守の定義ですよ。私は保守そのものですよ。で日本の、ね、戦後70年の歴史と歩みというのはリベラルな社会を作ってきたわけですよ。そのリベラルな社会を守るのが本当の保守だと思うので、保守とリベラルはイコールなんですよ。でこのリベラルな社会を壊そうというのは現状の社会秩序を壊そうとしてるんだから革新なんですよ。安倍さんや小池さんは革新なんですよ。本来の定義的に言えばそこが混乱をしているんだと思っているので、私は保守でありリベラルであるし、むしろ右と言うべきなんじゃないかな。民主主義というのは1回の選挙で終わるわけではないので、僕らは次の選挙でこの選挙ではね過半数の候補者は立てられないわけです。ただその次に政権を取り入れるかもしれないという足がかりを作らせていただきたい。でそういう足がかりのある勢力がきちっと存在をしていれば、野党としてしっかりとね姿勢を示した中でやれることもたくさんあると。まずはとにかくきちっとそうしたポジションの受け皿を作り、国会の中で一定の勢力を持つ、すべてはそこからだと思います。その時にね踏み絵とか排除の論理みたいなことをするつもりは全くないけれども、短期間で選択を迫られるということの中では、それは間違えたっていう人もいると思います。ただじゃあだからね、はいわかりましたというのもやっぱり民主主義論として僕は違うと。そこに戻るにあたってのそのプロセスはやっぱりもっと丁寧さがいるんだろうし、エネルギーがいるんだろうとは思ってます。もう選挙ってだいたいね始まる前から構造が見えて結果が見えてる選挙と、投票日の3日ぐらい前までよくわからない選挙とあって、今回は後者だと、とにかく全力を挙げるしかないと、あんまり見通し立ててもしょうがないと、そう思ってます。